んだ、これがスーパーサイヤ人ゴッドなのか。違うよね。僕の強敵っていうには弱すぎるよ。1割くらい本気を出したのはね。ま、北の海洋のところにいたサイヤ人よりは楽しめたけど。さん、一言だけアドバイス。修行の成果でしょうか、かなりパワーを上げられましたね。でもそのやり方ではいつまでたってもビルス様には勝てませんよ。もっと気を制御する方法を覚えなくては。それができればあの孫悟空とかいうサイヤ人も超えられるでしょうね。カカロット、簡単なことではありませんけど、悪くては修行になりませんからね。甘いなカカロット、こいつをあげるにはコツがいるんだ。見てろ。なんだベジータさん、今までのものより重さを倍にしてあります。なんだとまだですか。そのままこの星を一周走ってください。このままでか。重くて体が動かん。ほらほら、走らないと道がなくなってしまいますよ。うわっ、道から落ちたら異次元に放り出されて二度と帰って来られなくなりますよ。はい、ストップストップ。お二人とも以前と比べると良くなりましたが、それでもまだまだスピードが足りませんね。ほら、サインが書けちゃいました。うわ、やっぱすげえな、ウィッサー。ところで、ベジータさん。なんだ？あなたは戦闘の天才にもかかわらず、いつも悟空さんに一歩先を行かれていますね。はっきり言いやがって。なぜだかわかりますか？知るか、そんなことを。あなたは絶えず神経を張り詰めすぎなんですよ。それでは肝心な時にフル稼働できません。リラックスするべき時には休ませておくことも大切です。悟空さんのようにね。その通りだよベジータ。でも一方で、高めた木が外にダダ漏れですよ。相手に木を悟られぬよう体の内でのみ高めるのです。
まさかこの短時間でここまで来るとは。ビルス様が一目置いただけのことはありますね。なるほどな。気を高めた上で漏らさずコントロールすれば動けるのか。指図するな人間。貴様の誤算を教えてやろうか。誤算だと？その体はな、細胞の隅々まで。カカロットが長く激しい戦歴で作り上げたものだ。貴様にとっては所詮借り物。奴のような純粋なバカにしか使いこなせないサイヤ人の細胞があるんだ。なぜこれほどの力の差。知りたいか。それは貴様が偽物で、俺がサイヤ人の王子ベジータ様だ。あの野郎、また強引に出てきやがった。